流しに向かってナイスショットです。フェアウェイと真ん中です。少々右に出てしまいましたが、ラフでしょうか、バンカーまで行ってしまったのでしょうか。左に巻いてますが、ナイスショットです。距離も出てます。ちょっと左に引っ掛けてます、これは大丈夫です。笹原選手パー52打目です。左バンカーに捕まらないといいんですが、あ、左にいい角度で止まってます。ちょっと右に出てしまいました。ちょっと木に当たってしまいました。まっすぐ行ってますが、バンカーには届かないクラブで打ってます。いい角度です。笹原選手第3打目です。残り112ヤード風番右から左、右から狙っていきたいところです。いい感じです。ピン絡んでるんでしょうか。ナイスショット。105ヤードほど残っています。ここは寄せてパーにしたい。ナイスショット。残り80ヤードほどでしょうか。ここは寄せてぜひバーディーが欲しいところです。軽く打っていい感じに寄ってますが、ナイスショット。ここはぜひとも寄せてボギーを取りたいところです。荻野選手残念ながらボギーパットとなっていますが、ぜひこれは決めたいところです。1打目右に外し、2打目はそこからです。3打目木に当て、これは5オンとなります。ちょっと打ち切れませんでした。残念なダブルボギーとなってしまいました。松見選手はパーパットです。セーブできるでしょうか。打ち切れませんでした。残念ながらボギーでした。さあ、タイガー選手下りのスライスでしょうか。バーディーパットです。ナイスバーディー。笹原選手バーディーパットです。ナイスバーディー。380ヤードパー4です。これも吹き流し狙いでしょうか。と左に戻ってきません。
これは吹き流し向けのナイスショットです。ナイスショット。ナイスショット。これもちょっと左にフックしてます。あ、大丈夫ですね。8番ホールパー4第2打です。残り170ヤード上りアゲインストなので185ぐらいは必要になってくると思います。いい感じでいってます。いい感じでピンに向かっていっています。ナイスオン。今日は昨日雨降ったのでプリファードボールです。いい感じです。右でした。右に外してしまいました。低い球で攻めていきます。ちょっとショートでした。ちょっと噛んでしまったようです。その海の選手165ヤードこれもちょっと右のラフに落ちそうです。その前回優勝笹野選手ちょっとピンチです。35ヤードほどあるバンカーショットでちょっと直接打つような感じです。ちょっとショートでした。さあここは寄せてさっきバーディー取ったところですから寄せてパーキープをしたいところです。逸れてしまいました。さあ、アドニー選手バーディーパットです。ここで一つ取り返しておきたいところです。スコアでした。380ヤードパー4 9番ホールです。ティーショットは定石通りのフェアウェイ真ん中吹き流し狙いです。よいしょ。よいしょ。ちょっと見て。左。ちょっと左です。笹原選手のアプローチショットです。30ヤード弱ちょっと伸ばしてしまいました。浅見選手のアプローチ約15ヤード
はナイスアプローチです。ちょっと足りませんでした。失礼します。ナイスセーブです。ナイスセーブ。ナイスです。よし、あざみなつみです。はい、前半は今の時間でした。はい、ちょっと叩いちゃいましたね。そうです、今まで出た中で一番悪かったので、そうなんだ。途中で集中力がちょっと切れてしまって反省して、後半はアンダーで回りたいと思います。頑張ってください。何頼みましたか。昼ご飯ですか。そうです。海鮮丼のリッパーを食べる。はい、楽しんでください。荻野晴美です、はい、前半は41でした。はい、ティーショットはまあまあ良かったんですけど、セカンドショットがこう狙ったところに飛んでいかなかったので、後半はそこを調整して頑張りたいです。最後まで諦めないで頑張ります。はい、谷田ゆり香です。前半36でした。ビーマパー。はい、そうです。いいパーセーブもできて良かったんですけど、まあ、セカンドの距離感がまだ合わないボールがあったので、後半はそこを頑張りたいと思います。頑張って、あの出してください。ありがとうございます。笠原由美です。前半は37のワンオーバーでした。バーディーチャンスがたくさん作れているので、後半はバーディー取れるように頑張りたいと思います。ちょっとパッと入んなかったね。あ、そうですね、はい。お昼ご飯何頼みました。お昼ご飯はタラコスパゲッティ。はい、ありがとうございました。後半も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、石山ことです。よろしくお願いします。注文したのは海鮮丼で、はい、前半のスコアは37だったので。37、はい、じゃあ全然まだ取り返せます。大丈夫です。後半は1打でも少なく回れるように頑張ります。はい、頑張ってください。後半は撮影入りますんで、よろしくお願いします。今からリコーチです。はい、前半は38でした。38、まだまだ大丈夫だよ、優勝できるよ、はい。うん、やっぱあのカメラマンがいると、うん、ところでバーディー取れたって、うん、多分後半はすごいいっぱいバーディー取れるかなって。そう、あの静止がカメラマンのところでバーディーだから。動画だともっとバーディー取れる。あ、もう多分量産しちゃうんで、うんうん、じゃあプレッシャーに強いタイプになります。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、中井亜美です。はい、前半のスコアは40でした。叩いちゃいましたね。はい、だいぶ叩きました。何が悪かったの。パター、半分パターです。3パット何回。え、でも1回です。あ、1回じゃん。なんだよ。ない。じゃあ悪くないじゃん。じゃあ乗らない、なんか乗らなくて、呼んなくて入らないんです。はい、ちょっとイラッとしたわけね。してないです。あ、してない、してない。楽しく。そう、今日メンバーに恵まれたんで、はい、ただ後半はまあカメラも入るということもあって、うん、まあ実力以上をちょっと発揮しちゃうかもしれないんですけど、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。恥ずかしい。長身に初です。前半は40打ちました。原因は30ヤードのアプローチのミスが多かったです。後半は、まあ、パーオンを目指すことと、あと 20-30 ヤードのアプローチをしっかり寄せられるように頑張ります。何食べましたか。タラコスパゲッティを今から食べます。はい、頑張ってください。そうです、頑張ります。エネルギーにして頑張ってください。鈴木千春と申します。前半はショットはまあまあ悪くないんですけど、パターがちょっと、もう最後も3パットでボギーボギーで、トータル前半19パット打ってるので、まあ、後半はパターをしっかり入れるように頑張ります。で、スコアは前半スコアは38です。38、まだ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 大丈夫だよ。え、今どんな感じですか。まだ2組しか上がってきてないけど、今のところイーブンパーが1位です。今のところね。何頼みました、昼飯は。
生姜焼きにしようと思ったんですけど、パスタの方が美味しかったのでパスタにしました。わかりました。炭水化物で頑張ってエネルギー取って頑張ります。第1回優勝者、お疲れ様です。和田さぎりです。今日は前半48回でした。ショットが全体的に悪くて、パターンもスリーパット2回してるので、後半はもうちょっと頑張れるようにします。後半爆発して、はい、頑張ります。1回目みたいなスコア出して、はい何頼みましたか？醤油ラーメンです。はい炭水化物たって頑張ってください。はい、はい、中西夏美です。はい、前半は 38、まだまだ優勝できるよ、ね、うん、はい。点は、まあ、ドライバー、ちょっとティーショットを、まあ、もうちょっとまっすぐ飛ばして、後半はバーディーいっぱい取れるように頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。何頼みましたか？生姜焼き、生姜焼きだったね。生姜焼きでしょ。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今年もアメリカで、はい、QT 頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございます。